はこの中にいる。こんにちは、伊藤です。今日は和歌山モン TV のメンバーの琴美祖さんの結婚式です。ですが普通の結婚式ではないのです。演劇鑑賞型ミステリー、花嫁と6人の容疑者。とはいえこれから夫婦になるのは本当のことですので、皆さんも祝福しながら見てくれると嬉しいです。それではご覧ください。この写真ラブラブやん。申し遅れましたが私は坂本拓磨と申します。早速でございますが、本日お越しの皆様の中には新郎新婦と初めてお会いする方もいらっしゃると思います。なのでここで司会よりお二人のプロフィールと馴れ初めの方を紹介したいと思います。ピラミッドシールさんは和歌山県御坊市で誕生、3歳でハーバード大学に入学し、内原小学校に進学、日高中学校を卒業し、16歳で渡米し弁護士資格を取得、国際弁護士としてウィル・スミス、ヒラリー・クリントン、オサマ・ビンラディン等々の数々の著名人を弁護し、20歳で毛利探偵事務所に入所し、毛利探偵の助手として数々の国際的な事件を解決しました。チームこと熊本さん、和歌山県美浜町で誕生、3歳で渡米し歌手デビュー、ブロードウェイではアニーの主演を務める等々さまざまな活躍が成功されました。6歳で帰国され松原小学校に進学、まだ小学校への転校を経て小4中学を卒業されました。16歳で日高高校に入学し、学校を通いながら歌手活動を続けた、世界トップ10入りの歌手になりまして、ジャスティン・ビーバーを抑えるような活動をされているそうです。2人の馴れ初めです。神父琴美様が事件に巻き込まれた際、間一髪のところで俊秀様が琴美様の養子をする。それ以来2人の間に信頼関係が生まれ、俊秀様は琴美様の経営する梅水屋の常連になられたそうです。数々の混乱を乗り越えるうち、二人はお互いになくてはならない存在になったということでございます。いや、お二人ともすごい経歴でしたね。お待たせいたしました。それでは新郎新婦の入場です。新郎新婦さんがメインテーブルで到着いたしました。今一度皆様大きな拍手をお願いいたします。それではここで開演に先立ち、新郎の俊秀様より皆様にご挨拶を。皆様、本日は私たち夫婦のためにお集まりいただき誠にありがとうございます。感謝の意味を込めてささやかながらパーティーを企画させていただきました。最後まで楽しめる内容にさせていただいておりますので、皆さんどうぞ最後までお楽しみください。ありがとうございます。新郎俊秀様よりご挨拶でした。それではゲスト様から代表して、新郎様の元上司であります毛利誠様よりお言葉をいただきます。ただいまご紹介に預かりました毛利探偵事務所の毛利誠と申します。まずは新郎の俊秀さん、そして新婦の琴美さん、ご結婚おめでとうございます。新郎のご紹介のプロフィールにもありました通り、ロスで弁護士をしていた俊秀さんをスカウトし、うちの事務所に来てもらうことになりました。俊秀さんは人とは変わったところに興味を持ち、
いささか思い込みの激しいところもありますが、社会悪には徹底的に立ち向かう知恵と勇気があり、あまりこんなところでは言えませんが、大きな悪の組織を追い込んだこともあります。神父の琴美さんも大船に乗ったつもりで夫婦生活を築いてください。もし困りごとがありましたら、また毛利探偵事務所までご連絡ください。ありがとうございました。それでは乾杯に移りたいと思います。皆様グラスを持ってお立ち上がりください。都知事君、琴美さん、本日はご結婚誠におめでとうございます。また並びに、ご両家の皆様、本日は誠におめでとうございます。本日、新郎新婦のお二人、また、本日ご列席の皆様方の将来が私の頭のように明るい将来でありますことを記念いたしまして、乾杯。乾杯。ありがとうございます。それではケーキの入場です。カメラをお持ちの方は遠慮せずにケーキ台の前までお集まりください。皆様、カメラの準備はよろしいでしょうか。ケーキ入刀、どうぞ。これはかなり大変なことになりました。新郎が新婦にケーキを食べさせた直後に苦しんで倒れ込んだ。これは毒を使った殺人事件です。犯人は新婦にケーキを食べさせた俊英君、あなたしかいません。これで事件は解決っていうことですな。ちょっと待て。たった一つの真実を見抜く。体は子供、頭脳は大人、その名は名探偵タナン。拍手をください。すごく恥ずかしいです。今回の事件、こんなに簡単なものじゃない。もっと複雑に絡み合った謎が絶対にあるはずだ。犯人はこの中にいる。毒を消えることができる人物が5人にまで絞られましたので、
その5人について事情聴取を行いました。5人のお話を聞いてもらいましょう。あなたは神父にケーキを食べ出しましたね。あなたならいつでも毒を仕込むことができたはずです。私はあなたが犯人だと思っています。違います。私がなぜこんなタイミングで花嫁を殺さなければいけないんですか。私ではありません。あなたの荷物を調べさせていただきました。この紙は覚えてますか。そうですね、これは妻にかけた保険金の少女です。これはこれは大きな保険金がかかっているようですね。死亡時受け取り金が3億、効力は2月の26日つまり今日から。そして受け取り金はもちろんあなた、あなたが犯人でしょう。違います。これはお互いに何かあった時のためにかけたものです。この結婚のタイミングでかけとかないといけないと思ってやったものです。怪しい、怪しすぎる。それに君は元カノと別れた時にも随分揉めてたそうですね。倉庫に怪しい奴がいました。何？倉庫に怪しい奴？連れてこい。怪しい、怪しい、怪しい。何してくれてるんだ。誰だお前は。私の名前はサブロー。今日はこの結婚式の司会に来た。結婚式の司会。そうだ、司会なのになんでそんな格好してるんだ。分からない、これ趣味だ。私の趣味。ただ朝会場入りして気づいたら今だ。怪しい、こいつが犯人だ。間違いない。なぜ司会者がこんな格好してるんだよ。おかしいだろ。お兄さん、司会者だって言うんだったら司会者なりの特技みたいなのがあるんじゃないの。お、司会者の特技。私がそうだな、祝いの席でこう、ここから逆立ちをすると司会として喜ばれるでしょ。じゃあ、やろうか。よし、よっ、よっ、よっ、すごいけど、どうだ、私が司会だ。司会者だね。司会者はいたぞ。確かに司会者はいた。どういうことか全く話が分からん。どっちかで嘘をついてるってこと。おかしすぎる。お前が犯人だな。そんなはずがない。いや、司会者はいたぞ。そんなはずがない。じゃあ呼んでみよう。司会者、今日の司会者は君が犯人か。犯人か。どう見たって私が犯人なわけがないじゃないですか。なぜじゃあ司会者が。どう見てください、会社の皆さん。どっちの方が司会者らしい格好で見ますか。私はスーツで来ていた。私だって朝来た時は、確かに私は今日急に代理として呼ばれました。急に代理として呼ばれた、はい、でも常日頃から司会者をしている。そうです。じゃあ皆さんからの声もありましたけども、なぜあんなに噛んでたんですか。それは実は昨日ちょっと夜の2時ぐらいまでお酒を飲んでて、それは司会者として失格だ。だんだん怪しくなってきたぞ。その点に関しては申し訳ございません。あなたが犯人なら。違います。いや、怪しい人いっぱいいたじゃないですか。だって皆さん覚えてます、バラの花を持った時に琴美ちゃんがいたってなって、他にケーキを食べさせられて倒れて、こんなふんどしの人もいておかしいじゃないですか。一番普通そうな、普通そうな人じゃないですか、私が。ほぼ見た目が兵藤さんだったよ。司会者なりの特技というのがあるんですか。ないないない。宝だけ、宝だけ。ないですよ、怪しいな。次の映画出てください。どうしてこんなことに。完全に怪しい。どうしてこんなことに。なぜそんなに挙動不審になっているのか。君は犯人か。いや、俺は何もしてない。僕は何もしてないです。何もしてない。僕は何もしてない。
神父との関係は。琴美さんとは、琴美さんがこんな感じに倒れるなんて。琴美さん、ここの結婚式のスタッフはなぜ琴美さんの名前を知っているんだ。いや、知り合いではない、知り合いで、全然知り合いではないです。怪しすぎる。お前が犯人だな。違う、僕はやってない、僕はやってない。怖い。違う、違う、僕じゃない。目がバキバキなんです。前を向いてください。僕じゃない。あなたはケーキを食べさせる時のスプーンを持ってきたはず。その時に毒を仕込むことができるな。持ってきたのは僕ですけど。違う、絶対違う。第一、あのケーキすごい怪しかったじゃないですか。あのケーキだ、あのケーキを作ったやつは絶対犯人だ。ケーキ、ケーキを作ったやつ怪しいな。ケーキを作ったやつ言ってこい。思ったよりちっちゃい。帽子の高さで勘違いしてた。だからケーキが小さめだったケーキは確かに大きかったんです。私が小さいから大きく目を向けてもらった。怪しいな。怪しい、怪しい。君があのケーキを作ったのか。そうです、いかにもこの私が作りました。そうだよな。そうです、こいつが作りました。じゃあその時に毒を仕込むことは簡単だな。お前が犯人か。いや、私は毒は入れていない。紙に近づいてないと言ってもいい。持っているのは何だ、それは。これか。これは僕が作ったレシピさ。レシピ通りに作ったんだから毒は入っていないはずだろう。違うかい。それも思うと毒を入れたっていう証拠でもあるっていうのかい。今日のケーキのレシピ、確かにレシピ通り作ったのか。載ってないはずのリングが一番上に載っているのを聞いているぞ。犯人はお前だな。そのリンゴに毒を持っただろう。リンゴは書いてないかもしれないけどね。まあちょっとしたアレンジだよ。そうだろ、アレンジはみんな大好きだね。癖がすごい。花、花を持ってきた人物も怪しいな。ちょっとついてきてもらおう。お名前は。木下葉月。葉月さん、あなた、花束を持ってきた時何か毒を仕込みましたか。仕込んでません。怪しいね。こういう普通の人が大体犯人なんだよ。よくあるけど。大丈夫ですか。さっきから見てて大丈夫に見えましたか。見えないですけど。一番ふわふわ。神父の小鳥さんが花束を持った時、いた。すごいオーバーリアクションで新喜劇みたいだったね。あなたでしょ。その時に毒を仕込んだのは。そんなことありましたっけ。私知りませんけど。知らない。見ていたよな。あ、見ていないか。見ていないか。その人は倉庫にいたんです。シーンを見ていましたね。ありましたね。確かに。あなたが犯人ですね。違います。ねえタナ、怪しいね、こいつが。でも、バナナの竜が刺さって毒が入るっていうのはちょっと。そうですよ、おとぎ話があるまいし、そんなことあるわけないじゃないですか。犯人じゃないという証明を言ってもらおう。まずは振動から。まこちゃんの部下だった人なんでしょ。そんだけ疑って大丈夫。あ、そうだ、うちの探偵事務所に合格が決まった時のあの時のすごい特技よ。あれを見せてくれ。そしたら晴れるかもしれない。ビールの瓶を開けましょう。絶対もうよろしいですか。まだ怪しい。まあでもいいだろう。一度座ってみる。いいんですか今ので。何も解決してないですよ今の。誰の特技が見たい。みんなのちょっと下を向きが違うだろ。坂本さん怪しいな。失敗した。トランペットなしでトランペットができるというのは無理。おー、私じゃないです。怪しい。何が怪しいと思う。ウェイターの彼だと思います。どこが怪しいと思ってるんですか。目がずっとじわしてます。ウェイターの彼、俺に振るなという目のバキバキ感なのか。ちょっと帽子取ってもらっていいですか。え、怪しいな。これは怪しい。やってない。僕じゃない。その髪型は毒を盛る髪型だな。これはオレンジだけだ。
怪しすぎる。僕じゃない。僕やで、僕が琴美沙さんを殺すわけない。琴美沙さん、なんでそこまで知っている。知らない、すぐ知らないって。ちなみに山田さんでしたっけ。山田、2ヶ月前にこの式場に入られたと聞きましたけど、はい、それまではどこで何をしてたんですか。それまでは知らない。知らない。めちゃくちゃ怪しい。知らない。それまでは知らないわ。なぜこれを人に言わなきゃダメなんですか。いや、佐藤のあなたが容疑者だからですよ。知らないだけでいけると思ってるんですか。じゃあ、あなたは誰が怪しいと思う。俺を撃ったのか。撃ったってことは一緒に撃ってたみたいな答えを言った。違う、僕はやっていない。いや、皆さん違います。私はやっていない。実際彼は、なんでそんな目で俺を見るんだ。いや彼と僕はずっと一緒に今日。違うじゃん。知らない。違うじゃん。今日は9時からずっと厨房で一緒頑張ってたじゃん。それはそうだ。優しい目を思い出して。それはそうだよね。そういうことは僕たちじゃないと、ということです。勝手に二人で始めないでください。それよりも私は遅れてきた司会サボさん。そりゃそうでしょう。常時いる司会者だったら遅れるはずはありません。でも私は突然呼ばれてきた代打なんです。司会の原稿がたどたどしかったのも私が代打だったから。今も急遽決まったから。今も感じるのも大事だからです。次の司会の仕事が入ってるんですよ。あなたはいつから司会の仕事をしているんだ。私はずっと司会の仕事をしています。フリーランスの司会の仕事をしています。フリーランスで。そうです。ずっと。今日はこれからお通夜の司会をしないといけないんです。お通夜の司会。彼は怪しすぎるな。さっきあの変なね逆立ち芸みたいなの見せられただけなんで、ちゃんと喋れるのかっていうところが、喋りの方でなんか特技みたいなあるんですか。喋りの方で特技。全く分からんが、今日は2月26日にピースの日だ。あのアルファベットで B が2つで26目が Z。 私はピースしか歌えない。ピースしか歌えない。一つ歌っていただいていいですか。リクエスト。何かリクエスト。ギリギリトップ。え、キューキューリー、え、キューのウェイキュー、ウォーキー、フルフレー。うまい。そこまで。もうちょっと聞きたかった。もうちょっと聞きたかった。ここぐらいにしておこう。私は今日朝、司会にたどり着いた瞬間に、記憶を失っているんだ。そしたら、なんだこれは。全く意味がわからない。ウルトラソウル。夢じゃねえ、誰もくらもん。なんでそんな中途半端なところでやるんですか。もっと聞きたいのに。いや、全員怪しいままだな。追加情報が何もないという声が聞こえてきました。はずきちゃん、あなたも2ヶ月前に入られたんですよね、このホテルに。そうです。それまでは何を。ずっと花屋ですけど、この会場の依頼を受けたのが2ヶ月前。だって2ヶ月前の人他にもいますよね。一緒に入られたんですか、その時。タイミングは一緒です。まだ知って知らない。いや、2ヶ月前に一緒に入ったんですよ。入ったタイミングは一緒ですよね。会ったことはないです。知らないです。まだ知らない。知らないと何も伝わらない。いいんですね、それで。怪しまれますよ、逆に。それではここから皆さんにも協力してもらって調査していきましょう。それでは皆さんに協力してもらう調査はですね、3つあります。
質疑応答、荷物検査、鑑識調査の3つです。容疑者に対して質疑応答をしたい場合は挙手してください。毛利探偵がマイクを持っていきますので、容疑者のどなたかを指定して質問してください。手荷物検査では会場の前の方で、来て、容疑者の所持品を見てもらうことができます。各席に首がかける調査票を用意していますので、調査したい方は調査票をつけて前にお越しください。鑑識調査では、あちらに鑑識ブースを用意しております。あちらですね、はい、鑑識ブースを用意しております。会場のいろんなものに番号が振ってあります。鑑識依頼書に調べたい番号を記入し、鑑識ブースに持っていくと対応した情報カードと交換してもらえます。鑑定ブースをご利用した際も首から下げる調査票をご利用ください。質疑応答、荷物検査、鑑識調査の3つを駆使して、シンプルに毒を持った犯人を突き止め、質疑応答を、ね、されたい方はいらっしゃいましたら挙手をお願いします。それではもう早速行きましょうか。の平見さんに聞きたいんですけど、はい、容疑者としては上がっていますけど、はい、まあ、やっぱり、ご結婚されたということで、おこみちゃんのことが好きであればあるほど容疑者になるわけがないと思うんですね。その通り。どんなところが好きでご結婚されたのか知りたいなと思いまして、これは事件に重要に関わってくる部分で、ね、やはりその琴美さんの行動力といった部分でしょうか。いろいろ無茶を言ってもそれいいねっていうのを受け止めてくれるその器の大きさ、そこがいいと思います。はい、こちら絶賛推理中の伊藤探偵です。謎解きができたらこちらの用紙に記入するということです。上位3人には商品もくれるらしいですよ。こちらの鑑識カードなんですけど、数が限られてますので全てを調べることはできないんです。スプーンからテトロトキシン、花束から微量のトリカブト、あと他の方に聞いたリンゴからヒ素、持ち物検査では各容疑者の正体が分かってきましたね。ただいまから名探偵毛利誠が今回の事件の真相を解明していきましょう。まず一旦 CM です。CM 何があるでしょうか。はい、それでは、解明していきましょう。まず新郎の俊秀さん、私は最初からあなたが怪しいと思っていたんです。もういいです、すまんのぼっちゃん。プシッ、おお、篠川タランがしっかりと推理していきたいと思います。今回の解説も含めて、まず今回の事件で一番問題となったのは、神父がどの毒によって倒れたのです。今回の事件には実に多くの毒が登場しました。まずは雄一郎さんが用意したケーキのリンゴの毒、ただこのケーキのリンゴの部分はですね、まだ食べられずに残っています。次にスプーンに仕込まれた毒、しかしこれは新郎に対して仕込まれた毒であり、それを口に含んだ新郎はなぜか反応がなく、代わりに新婦が倒れる結果となってしまいました。そのことに対し新婦のストーカーであった山田さんは強く動揺している様子が見て取れました。もう一つこの事件には毒が登場しました。それはバラに含まれた毒です。鑑定の結果、バラにも毒が含まれていたことが分かりました。神父がバラに刺されていましたが、トゲに塗られた毒ではありませんでしたので、そこから毒が入ったというわけではなさそうですし、そもそもトゲに塗られた程度の量で毒が効くようなこともありません。大事なことはそのバラに対してどのような毒を含ませたかという点です。
バラは聖火ですので切り花であっても水を吸い上げ続けていなければすぐにしおれてしまいます。つまりその水自体に毒を混ぜておけば花が水を吸い上げ毒の含まれたバラが出来上がるというわけです。とは言ってもその花自体で毒を持ったというわけではありません。その水を神父に飲ませ毒を持ったというのがこの事件の真相です。ありとあらゆる可能性を考えても神父に毒を盛るタイミングはここしかありませんでした。しかしここで疑問が一つ浮かびます。その水を新郎も飲んでいたということです。新郎は緊張からでしょうか、とにかくたくさん水を飲んでいました。自分の分だけではなく神父の分まで飲んでしまっていました。これでは二人とも倒れてしまうところなんですが、新郎は他にも毒を盛られていました。そう、スプーンに含まれた毒です。毒にはいろんな作用があり、例えばスプーンに含まれていたテトロドトキシン、いわゆるフグ毒なんですが、こちらは細胞へのナトリウム反応を妨害し神経を麻痺させます。他の毒の例を挙げますと、ナトリウム反応を過剰にすることで神経を阻害するタイプのものも存在します。代表的なものが植物のトリカブトンの毒がそのタイプになります。バラに含まれた毒は鑑識の結果複雑に調合されたものでした。しかし新郎に盛られた毒の方から考えても植物のトリカブトンをベースにした毒だったのではないでしょうか。トリカブトンは毒性の強い植物として有名です。しかし青くふっくらとした綺麗な花であり観賞用としても人気があります。あなたであれば豊富に手に入るトリカブトを調合し効果的な毒を生成できたのではないでしょうか。花屋の葉月さん、あなたが今回の事件の犯人ですね。確かにその方法で毒は漏れますけど、でもトリカブトって山に入れば誰だって手に入るし、水だって誰だって入れられるじゃないですか。それだけで私を犯人っていうのはさすがに無理があるんじゃないですか。いいえ、この犯行を行えたのはあなたしかいません。今回かなり特殊な毒が使われていたため他の容疑者の瓶から検出された毒とは違うものであると鑑定されました。そして今回の式場はパンフレットの座席用の左下にあるようにあらゆる飲食物の持ち込みを制限されています。つまり今回は水分を持ち込むことが大変難しかった。しかしあなたは花を搬入するときに花瓶を持ち込むことができる。花瓶に毒の入った水を入れることによりこの市場に毒を持ち込むことができたんです。その何よりの証拠がバラが吸い上げた毒なんです。花瓶の中の毒はうまく処理したようですがバラに残った毒が検出されてしまうのは計算外だったようですね。バラが水を吸い上げるのにも時間がかかります。花瓶とバラの両方を用意した葉月さん、あなたしか犯人になり得ない。そっか、逃げられないか。そう、私がやったの。トシ君は私に結婚しようって言ってくれたから。おい早やないか犯人負けてなあ、早くれ。指輪ももらったし。おい早やないか。もんざたらしい永遠を誓ってくれたの。今日のこの会は絶対時の迷いだから、あの女さえいなければ。だから私がやったんです。それは認めます。でも私のトシ君への思いが枯れることはありません。私の方に先に永遠を誓ってくれたんですが、私は絶対に諦めません。ありがとうございます。トシ君さん、何かありますか。より大きな
会いに出会ったんです。連れて行ってください。絶対に諦めませんから。犯人が見つかってよかったです。ひらみ、お前あの時の恨み忘れてねえだろうな。1年前によ俺が住み切り立てたお店にクソみてえな礼儀を変えたせいで俺は今借金地獄なんだよ。殺してやれ。これで落ち着いたか。残った司会の、いや、偽司会の坂本さん、泥棒の坂本さん、バレたんすか。ちょっとホッとしました。葬儀場であったり結婚式場で祝儀泥棒する生活も。そうですね、今回もこの式場で祝儀袋やそれぞれ出席者の財布、そして新婦のネックレスなど盗みましたね。そうです、私が盗みました。警察の皆さん、こいつも連行してください。あいつが一番悪いやつかもしれない。こんなに僕らを働かせて。今回の事件の被害者のとい主役の花嫁をこちらに連れてきてください。それでは、新郎が飲んだ毒は2つの毒で中和され、こうして無事でいる。もうお分かりですね。その込み上げる酸っぱい気持ちを乗せて、シンプルに熱いキスをするのです。We'll be right back.
ネイルしました。琴美の結婚式でございました。おめでとう。ちょっとたまにぐるっと来た。どうぞも来てくれてありがとうございました。楽しかったです。